フォーセット航空251便墜落事故は、1996年2月29日に、ペルーで発生した、航空事故である。ホルヘチャベス国際空港から、コロネルファップ、カルロス・サンタ・ロサ国際空港へ向かっていた、フォーセット航空251便が、経由地のロドリゲス・バロン国際空港への侵入中に、墜落し、乗員乗客123人全員が死亡した。 この事故はペルー国内で発生した航空事故としては最悪のものとなった。事故機のボーイング737から222は1968年に製造番号19072として製造され、同年10月21日に初飛行を行った。2機のプラットホイットニー j t 8 d 7 b を搭載しており、10月28日にユナイテッド航空へ N9034U として納入された。その後、1971年6月14日に、アロハ航空へ売却され、N73714 として再登録された。1980年10月下旬まで同社で運用された後に、エアカリフォルニアに売却された。さらに、ブラニフ航空、ALSE2 ープでの運用を経て、 1991年7月15日に、ホーセット航空の機材となった。251便は、ホルヘ・チャベス国際空港から、ロドリネス・バロン国際空港を経由して、コロネル・ファップ、カルロス・サンタロサ国際空港へ向かう、国内定期旅客便だった。同期には、乗員6人、乗客117人が搭乗していた。搭乗者の国籍は、上記の表の通り、 PET19 時10分、251便は、ホルヘ・チャベス国際空港を離陸し、ロドリゲス・バロン国際空港へ向かった。ロドリゲス・バロン国際空港へ接近し、パイロットは滑走路0級への VOR、DME 侵入を開始した。空港付近では、雷雨や霧などが報告されており、指定は 4km まで減少していた。侵入中、 パイロットは管制官に9500フィートを飛行していると報告したが、実際の飛行高度は8644フィートであった。また、滑走路の照明が見えないため、明るさを上げるよう求めた。20時25分、251便は空港の 2km 手前に位置する標高8200フィートの丘に墜落した。胴体部は衝突した尾根を越え、別の尾根に衝突し、 ビブは谷に滑落した。墜落時の飛行高度は空港の標高である8405フィートよりも低かった。墜落前に火災が発生していたという目撃証言があったため当初はエンジン故障が原因の可能性が示唆された。しかしその後の調査で墜落時にエンジンが正常に動作していたことが判明した。調査から パイロットが高度計の圧力設定を誤り、その結果高度計に実際の飛行高度よりも高い数値が表示されていたことが判明した。ありがとうございます。